カセットブレーキっていうのを間違えないようにしましょうということで、はいはい、ちょっと見せていかないかなと思います。まあ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 、これちゃんとまっすぐ行って、あそこにぶつからないように止まろうねっていうことなんですよ、あれ。はいはいはい、オッケー。ここでしっかりブレーキする。あ、なるほどな。あっじゃねえんで。まあ交差点でね、何が起こるかっていうのをね、やっぱり勉強してもらいたいわけですよ。交差点でやっぱり車がさ、右から来たりとかさ、上から来たりとか下から来たりとかするわけですよ。下から上から、まあね、ぶつかっちゃうとどうなるかっていうのをちょっと見てほしいかなと思います。道ってやっぱりガードレールとかあるからさ、この辺とか気をつけてね、かわさないといけないわけですよ。なるほどね。そうそう、でここで問題、ここで飛び出しちゃうと、この車が来てるわけですよ。あれ、あれ無事でしたね。あれ、まあまあちょっとね、今のはちょっとなかったことにして、やっぱりここでね、ガードレールとかあるから、やっぱりそこら辺もね、皆さんしっかり避けておかないとダメなわけですよ。はい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 、はい、やっぱりちょっとここで、やっぱり徐行大事、おっと、徐行大事、おっと、取りすぎた気がするけど大丈夫。あれやね、あれ、ちょっと待って。僕の持ってるものと違うな、なんか。あ、これぐらいの速度だ。あ、来た。あ、これですね。ここ危ない、ぶつかっちゃう、これ危ない、危ない。おい。さあ、こんなクソステージは置いといて次の方に行こう。よく高速道路乗ってたら反対車線に来るおじいちゃんカーがあったりとかするじゃないですか。はいはいはい、はい、まあそうなった時どうするかっていうところですね。はい、しっかりちょっとお勉強していきましょう。高速道路狭いな。はい、やっぱりね、狭いところあるから、やっぱり本当に気をつけた方がいいよ。これガチ、はいはいはい、これガチ、はいはいはい、はい、まあまずね、正面衝突したらどうなるかっていうのをちょっと、まずはね、本物の感じで視点で見ていきましょう。どうなるか。おっと、危ない、うわー、すげー、危ない、死んだな絶対。あー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 、死んだ。トラックどこ行った？トラックは消滅した。バックトゥーザフューチャーじゃん。